新幹線来たよ。新幹線。新幹線来たよ。新幹線。あ、通り過ぎた。新幹線見に行こうか。皆さんこんにちは、まりチャンネルです。本日もご視聴いただきありがとうございます。皆さん花粉症大丈夫ですか？お前が大丈夫かっていう話なんですけど、いやもうマジで私超花粉症で、超重度の花粉症なんですよ。で、あのお医者さんとか通ってるんですけど、まあちょっとマシになるけど、でもしんどいっていう感じなんですよね。で、今年の春もいよいよこの季節が来たかっていう感じで、いやーもう戦ってるんですがそれでもやっぱり春といったらお花がいっぱい咲いたりとか、お花見があったりとか、桜がね綺麗に咲くから、てかお花のことしか言ってないな。うん、
食べ物が美味しかったりとかね、これから新緑の季節になって、もうどん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 暖かくなって、だんだんキャンプしやすい季節になると思うんですが、だからこそやっぱキャンプしたいんですよ。もっといっぱいキャンプしたい。だけど花粉症つらい、どうしようってことで、もう今回はもう薬がっつり飲んで、そしてティッシュもいっぱい持ってきて、帽子をかぶり、そしてこれは100均で買った花粉用メガネなんですけど、もう完全防備っていう状態になってるんですが、めちゃめちゃ目もかゆいし、まだまだ花粉症ですだけどやっぱり楽しみたいから、今日は近場で神奈川県の新しくできた、去年の12月に正式にオープンしたのかな、キャンプ場に来ました。ここで今日は一泊していこうかなと思います。ということで本日の動画はかなり緩いキャンプ動画となりますが、おもう一回言うね。ということで本日の動画はかなり緩いキャンプ動画となりますが、最後まで見ていただけると嬉しいです。美味しかった。じゃーん。さっきね、キャンプ来る前にスーパーの八尾政さんで買ったんですけれども、生しらす、朝どれ新鮮の生しらすと、そして花鯛買っちゃいましたさあ、この美味しそうなタイちゃんを早速調理していこうと思います。もうなんか内臓とかは綺麗に取ってあって、切れ目まで入っているので、とっても使いやすい状態に下処理してくださいましたこれでスーパーに売ってるの結構嬉しいですよね。では早速これをですね、ダッチオーブンを使ってアクアパッサしていこうと思います。まずは焼き目をつけるために、うわ結構ついてんな蓋のこちらの面をフライパン代わりにして、両面魚の焼き目をつけていきます。感じに焦げ目がつきましたね。よいしょ。こっちに入れて、事前に切った野菜たちをここに入れちゃいます。ニンニクも入れて、ブロッコリーも入れちゃおう。焦げないようにオリーブオイルとお水、お酒がちょっとしかない。まあいいか、全部使おう。よし、よいしょ。
感じにできましたよ。美味しそう。できたできた。じゃーん。これもスーパーで買ったんですが、神奈川県産のレタスです。もうサラダにしちゃおう。できました。美味しそう。花大のアクアパッツァと、そして生しらすです。ごちそうさまでした。完食です。美味しかった。さっきね、受付でキャンプの野菜セットっていうのを買ったんですよね。それでもう一品何か作っていこうかなと思います。じゃーん。袋いっぱいに入ってます。見てください、こんなにいっぱい入ってました。すごすぎる。これで300円だよ。かなりお買い得ですよね。いやー、最高だわ。では早速第2回戦のキャンプ飯も作っていこうと思います。ではでは、これ後で焼き鳥にして食べようと思ってお家から持ってきた砂肝です。なんですが、これをね、せっかくなのでこのキャンプ場のお野菜と一緒にアヒージョにして食べていこうと思います。この美味しそうなじゃがいも、いただきます。うん、シンプルな味付けが一番ですね。もうほんとオリーブオイルと塩コショウだけでめっちゃ美味しいじゃん。ダッチオーブン最高。優しくよ。また食べる？砂肝。砂肝はね、ヘルシーだからいいよ。びっくりしました。やばかったですね今。あとどうします？
待てよ。おはようございます。やばい、マジで花粉症が、もうなんかね、今朝はもう起きてめちゃめちゃ天気いいのに花粉がひどいので、ちょっとこの格好で失礼します。いやもうなんかすっかりあれだよね、この格好を着るとミシュランみたいな感じになるんですけど、いやまあまあまあ、こういう日もありますよ。花粉症は辛いんです。これを着るとはたけばね、花粉が取れるから。よし、じゃあコーヒー作ろう。やっぱりさ、毎年この季節になると、あー花粉症だーってなるんですよね。今年は頑張る、今年は大丈夫だろうと言っても、大丈夫じゃない、花粉症の方はぜひ教えてほしいです。どうやって春キャンの対策してますか。ぜひぜひコメント欄でお待ちしてます。
今日の朝ごはん完成です。昨日ね、受付行った時にじゃーん、こんなあんこをいただきました。ここのキャンプ場は大磯にあって、すぐ隣が平塚なんですけど、平塚はなんかね、あんこの文化が結構あるらしくて、実は平塚には製あん所があるのはご存知ですか？なんか北海道産の小豆を使ったあんこだそうなんですけど、とってもね、歴史あるお店らしくて、創業約75年のお店なんだそうです。そこのあんこをね、多分受付で販売してるんじゃないかな。お裾分けで小分けにしていただいたんですけど、これをパンケーキに塗って食べようと思います。たっぷりつけちゃったいただきます。あー、美味しい。パンケーキにあんこって合いますね。初めてつけたけど、なんか一気に和食感、和風感が出てすごい美味しいです。あー、幸せということで、本日のマリチャンネル最後までご視聴いただきありがとうございました。いかがだったでしょうか？ドタバタとしながらも、そして花粉症ながらも、一生懸命春キャンを楽しんでみましたまあちょっとね、もうちょっと対策の余地はあるんじゃないかなと思って、いろいろ自分なりに調べて、また春キャン全力で楽しんでいこうと思います。え、神奈川にもこんな素敵なキャンプ場あるの？行ってみたいって思ったらいいねと、そしてこのキャンプ飯美味しそうと思ったら、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。